さあ、ついにこの日がやってまいりました。皆さん、極みスタイルついにね、完成したんで、がっつり使っていきたいと思います。ちょっとこれから動画の投稿頻度増えると思う。なぜなら、リハって狩りが終わったから。かっこいい。もう相手もびっくりだよね。え、なにこれ、なにこれみたいな。え、もうやってんのみたいな。いや、まあやっぱり記念すべき一発目はこのスタンプでしょう。デッキなんですけど、もうね、出し惜しみせず最強究極編成でいってみたいと思います。こんな感じで、はい、もう今の環境のおそらくこれが最強デッキだと思う。自分はマジでこれが最強だと思いますね。ラグスの枠だけ中に書いてもいいと思うんですけど、とりあえずこれがね、死ぬほど強いんで、今回はこのデッキで花々とね、やっていきたいところ。やはりオゾットが強いね、本当に。オゾットがマジで強い。はい、見た目こんな感じです。はい、まさかで、エリートで、ヒーローですね。あ、ちなみになんだけど、これ今さ、あのスーツにしてるから、これタキシードっていうの、これさ、あの何も設定しなかった場合、あの青いコスチュームになるんで、エリートとかね。そう、ちょっとそれも後でお見せします。かわいい、かわいい。まあそうだね、編成的に別にどのタイプでもいけるデッキなんだけど、じゃあエリートちゃんでいってみますか。はい、 HP もね500上がるんで、めちゃめちゃ都合いいですね。これ調子いいというか、はい、全体的にアビリティも強化されてます。龍拳 1.7 倍になってたりとかね、あとは新しいね、負の極みがね追加されて、まあいろいろあるんですけど、とりあえず腎臓はただでさえ強かったのに、さらにね強くなって、一体どうなっちゃうんだって感じだよね。さあ行くぜ。でバトルアプリも、あのもうねこれ2キルデッキだから、守り捨てて、てかもう守りいらないのよ、こいついるから。そう、守り捨ててね、先行特化にしてあります。はい、多分これはね、今の環境の最適解なんじゃないかなと思っておりますね。やはりでも今回のデッキはこれかな。キーとなるのはもうね、マジンオゾットですね。ひたすらにこれが強い。で、固定戦闘力も欲しいなとか、復活多いから復活封じ欲しいなってなった時に、やっぱこれも必要かな。で、やっぱゴジチルに復活フリーザにね、まあ、ラグスの固定戦封じとかあるからね、わざとやられてそれを発動させればめっちゃいい感じです。はい、フィンがいる。あなたが私のロベドミカ。いや、一発目にふさわしいデッキだね。で、ベジータが構え変わってるんですよ、あれ。なんか知んないけど、あれなんでなんだろう。あの、スケベジじゃないんだよね、あれ。普通にブロバベジータとかそっちのベジータなんですけど、見た目変わってます。こっちに向かってくるみたいだ。はい、これはまあバーダックがいいね。うわ、すごい、なんかスカウターでかくね。宇宙船ポットを落下させよう。神々しい、めちゃめちゃ神々しい。なるほど、怖いね。ドセルがまさかの今回の新クエスト。さあどんな感じになるか。まあちょっとフィンが辛いかな。いいんですよ、前下げでもいいかな。まあ、ちなみに前下げするとラグスがね、うん、いい感じになるんだけど、フリーザで復活もするし、まあ別に攻めないんだったら攻めていいし。あ、でも待ってね、これ相手が戦闘力出してこないと記録面怖いんで、まあ、まあ前下げでもないか、うん、前下げはないならちょっとでもダメージ稼ぎに行ったりした方がいい。ただフリーザとチルドは一応記録回復させておいた方がいいかな。で、オゾットは記録しちゃうとアウトなんで、ラグスもね、まあそこは出せない。まあこの2人だったら別に記録してもなんとかなるか。はい、行ってみよう。よし、決定。お、なるほど、結構突っ込んできてる。今の私に敵の分になる。お、いいね、優越、安定の強い。さあ今回の13倍で極みスタイルにした人はどれぐらいいのだろうか。そしてあの極みのさ、あのなんだっけ、スペシャルミッションあんじゃん、武の極みの、あの悟空をね、そう、討伐した回数とかもなんか知りたいよね。そういう統計って出ないのかな、公式から。何万体。怖いよな、そう考えると。あー、ギリギリ戦闘力8000以下に止めてきてる。それをされると腎臓使いからするとだいぶきついです。あ、と思ったら発動した。そっか、そうだ。うわ、素晴らしい、神神だ今の。発動したね、
はい、木差しからのね、あの極みスタイルにするとそうだわ、あの7500以上で発動するから。いいね、完璧だ今回の動画。あとは勝てればねあとは勝てれば完璧だ。あーなるほどなるほど。あれ待って、デジット座れたパワー、あーじゃああれじゃん、あれ発動するじゃん強いやつ3倍ダメージ。あーいや食らおう、うん、ダメージ食らった方がいい。あのバーサーカー連携もいいダメージ出そうだした。あーいいですね。でここも食らう、セルが必殺打てるしガードもこう、まあ、結構いいダメージ出してくれるんじゃないかなと。これで体力減らすことによって、まあ、ラグスのねアビリティが強くなるんで、これめちゃめちゃいいですね。押してこない、あー押してこないか、分かってるけども、まあしかしラグスのアビリティ発動は逃れられないと。セルの必殺技ちなみにパワー吸われてるから結構出ると思う、ガード向こうだし。あとはカイヤマの 1.5 倍リンクがどこに当たってるかだね。はい、結構押せる。さあ、あこれもあるから、まあ、半分以下はいったでしょう。チームの攻撃終了後に宇宙船ポットが落下してくると。いやいいですね。で次ウルゴットで多分ね耐えてくると思う。1万ダメージマジか。えてかこれやられたんじゃねえっつうの。ああ強い、あ色がおかしい色がおかしい。はい、ギリギリ残った2万7000ダメージ。いやいやいや強すぎ。でまああれだね、2000固定で減るから2032。まあやられはしなかったもののラグスの効果発動には十分な数値です。いくら削っても大丈夫このラウンドは。これちなみにさ、あのポットってあのキーソードロックとかの前なのかな。前だったらこれで 1.5 倍とかさ、ガード減らした後にねキーソードロックとかゴッドメテをやればダメージ増えると思うんだけど、まあそこら辺ちょっとどうなんですかね。でこれうまくできてるのが、はいこのねベジットブルーが気力をね、あ今回ダメだったけど気力をこれ下げてくれるんだよ。だから攻撃時に気力下げて、オドットで次また気力下げてね、分かるでしょ言いたいこと。で人造でも1ラウンドアタック回すれば気力下げて合計で4本持ってけんのよ完璧すぎる、気力4本ダウンで今年向こうの必殺向こうの戦闘力倍率ダウンという感じのデッキですね。なかなかこれは対策も難しいし、まあ耐えるしかないんだけど、耐えるにもボジチルだから火力がねすごすぎるというね。あちょっとジャージ調子上げてた方がいいですねこれ。2500か、まあウルゴットだと思うんだよな普通に。ということでまあここはガンガンミサイルでしょ。はい、じゃあガンガン仕込んだんで、ポット投げと合わせて7000ダメージ。はい、あのポット投げさんじゃないよポット投げさんのことじゃないけど、まあ、ポット投げてガンガンミサイルで合わせて7000固定というね最強の状態です。はい、まあここはもうね全上げでいいんじゃないかなと私恐れているんですね。 あとは海洋神のちょっとねフリーズアタックが地味にうざい。まあできればなんだけど、どうでもいいフリーズあたりを引いてほしいかなさあ都合よくいくのだろうか。ああまあまあまあ、いやー耐えらんないでしょう。まあミヤブリータがねちょっとめんどくさいですけど、まあでももうブロックバーストは使い果たしてるからね、このラウンドの猛攻は、まあ、止められないっていうことなので、そうだね、あのベジットブルーが結構いい火力出してくれるんじゃない。さあノーブルコスチュームいいね。ただちょっとやっぱりあの青いコスチュームの方が好きなんで、ちょっとねこれ変えようと思います。あ、ちょっと削りが浅い、なぜだ。うわー外すん。まあでもフリーズアタックは引かれなかった。ここはあ、ここも引かれない。チルドっぽいな、チルドっぽいな。ここはオゾットの必殺は浴びせていきたいところ。なんかちょっと削りやすい気するんだよね。
あれか、もしかしてこれガーベッジになってないとか。あ、分かった、これあれだわ、あのガード位置も軽減ダウンも刺さってないじゃん。あーいいね、3歩増え対3歩増え、映える。そういうことか、でかい、めちゃめちゃでかい。さあ龍拳ダブル究極エナジーリフレクト4発あるんでね、まああとはガンガンとね、ホット投げで、あ、7000固定素晴らしい。さあ受けてみなさいで気絶もするんじゃないか別に。さあ、おいいね、2人持ってった。なるほど、まあ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 、レジット今回1回も攻撃できなかったけど、はい、 OK です。カードアクション残ってれば問題なしで気絶、うん、まあ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 、最後チルドがそこに当たってくれたんで、はい、文句ないです。さあこれもできれば入れたいんだけど、うますぎん。3900ね、残り2万4000でポットがあるから、まあ、2万2000ぐらいあるよね。ああ、はい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 、ああ神々しい。なんかちょっとスカウターずれてる、なんか変じゃね。あ、いいね、ガード半減めっちゃでかい、これはでかいよ。さあこれでもう軒並みガード減らせたでしょう、減らせたでしょう。バーサーカータイプがガード減らせてないんで、これめちゃめちゃでかいです。さあ行ってみよう、龍拳。強っ、 1.7 倍やばい、うーわー、バカ力すぎる。倍増消されてこれいったアンパン、今の8000ダメージ。はい、ということで倍増消されてたからね、今ブロバでベジータで2万8000ダメージ、しかも最後ロベルに直撃って、いうことですね。まあ花々とね、初戦は、はい、無事に勝利できました。まあ、ちょっとこの先ね、あのバトスやっても経験値増えないんで、まあ若干モチベーションがねあれなんですけど、まあでもね、ちょっと極みスタイル楽しんでいきたいと思います。じゃあちょっと最後に、ね、あのみんなお楽しみのね通常衣装、はい、見ていきたいと思います。おお、かわいい。かわいい。てか神々しいね。なんかやっぱこの青いオーラとね、腎臓のこのドレスがすごい合ってていいね。過去最高と言っても過言ではないこれ。おお。ああいいね、やっぱこの神々しい感じ。はい、ヒーロータイプ。でバーサーカーが本当に変わらない、うん、ただこれ体色がセルみたいに緑色になってて、あのセルズニアじゃなくなったの、うん、で今回のシクレセルでしょなんそのセル推しって感じで、うわーめっちゃ可愛いじゃん。やっぱスパッツいいな、スパッツってなんか男心めちゃくちゃくすぐるよね、うん、いやーめちゃくちゃかっこいい。はい、スカルター別にずれてないかこれ。あ、待って、で必殺技これね、超電撃地獄玉行ってみたいと思います。うわー最高、めっちゃ使ってて楽しいわ。いやね、ほんとこのね、あのアバターをこう育てるにあたって、やっぱこうね、見た目っていうの、ね、自分すごい見た目を好むタイプで、まあ、どのゲームでもそうなんだけど、なんかこうさ、アバターとかあるゲームだったら、まあ、とにかくその見た目をね、あのモチベーションにして頑張ってるの。で今回はね、すごいドストレートというか、自分の中でねめちゃめちゃドストレートな感じのデザインなん で本当にね、それで頑張れたっていうのはあるかな。これね、もう全極みスタイルの中でこの人造ヒートが一番可愛くて一番いいと思いましたね。私を倒せますかね、私を倒せますかか。さあワンパンしていきたいところ、1万8000いけるかな。いや、いいね、やっぱでもアバターのね、この新しいクラスアップの時ってなんかテンション上がるよね、ほんと大変だけど。わー、いいね、チーチアングルが安定のね、安定のエロさでいいですね。これが毎回見れるの、マジで言ってる、まだまだ耐えられますよ。このロベルさんとのチーチアングルやりたい。さあ行くぜ、39000、そう、 HP が上がってるんでね。ま
あ負けることはないと思うんで、はい、もうね必殺技だけとりあえず見ていきたい。わあすごい、見てこれ、見てよ後ろ姿まで可愛い。あらいいですねこの、あーこの感じいいね、この感じ最高だよ最高だよ。あ自分も男の子だからさ、やっぱこういう女の子キャラってちょっとモヤモヤしちゃうよね。あー素晴らしい。さあいっかな何もさダメージ倍増とか塗っててないから、うんちょっと気づいかもしんない。さああとは必殺消すし、これでお別れよ。お別れよ、消えなさい。おおいいね、あーめっちゃいいね。おお強い。あ待って来た、勝ったわアルテム闘技あった勝ちゲー、あーすごい強そう。あでもなんかちょっとスカウターずれてる、なんか変じゃね、気のせい、若干こうスカウターが上に行ってる気がする。はい、無駄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 、まあ演出は変わってないね。ダメージとかも、まあ、おそらくは変わらないとは思うんだけど、まあでもいいっすね、この極み3人でね必殺技カミハメハウスがめっちゃかっこいい。はい、うおーすごい、どやー当然ね。はい、6900、まあパワー上がってるんでいつもよりねダメージ出てますが、こんな感じでした。であとはねちょっとショート動画とかでね、まあ必殺技なんか良さそうなやつ、ね、あの撮ってアップしたりとかはあると思うんだけど、とりあえずはまあこんな感じで、はい、殲滅完了。はい、ご視聴いただきありがとうございました。皆さんも極みスタイルねぜひ頑張ってください。身勝手買いの動画もねいっぱいアップしてるんで、はい、ぜひねこちらもご覧くださいということで、ご視聴いただきありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり、また見てね。